の、やっほー、あみです。ゆうです。はい。はい、ということで、今回は、前のダイエット動画の時にも言ったんですけど、あみたち最近、オートミールで料理を作るのにハマってるっていうか、ハマってるよ。ハマってる？ミールが美味しくて食べてる。ダイエットっていうのの一環としてそのオートミール料理を作ってるんですけど、それのレシピが知りたいって言ってくれる子が多かったので、それの作り方の紹介をやりたいと思います。イエーイ。マジで美味しく作るから本当に最後まで見てほしい、はい、作ってみてほしい、ぜひ。でも原料とかめっちゃ適当だよね。まあまあまあ、だいたいこのぐらいでーすってやる。適当でもできるっていう良さがあるから。そうだよね。そうそう。はい、もう早速やっていきたいと思います。はいはい、せーの、それでは早速いくよー。パッポー。はい、ということで、まず使うオートミールはこちらですね。普通に市販に売ってるやつなので、どこでも買えるように、スーパーとかに普通に売ってます。で、大体オートミールは1食 30g ぐらい使うらしいですね、うん、はい。今日は加熱できるタッパーを使っていきたいと思います。はい、アミが作るのはオートミールリゾット、チーズリゾットですね。で、チーズリゾットに使う材料が、まずオートミール 30g、 水は適量なんでその都度って感じですね。で、こちらコンソメです。コンソメパウダーみたいな。美味しいことにね、オートミールを作り始めたから気づいたよね。これめっちゃ美味しい。コンソメととろけるチーズですね。はい。で、あとこちら魔法のパウダー。こちらコストコで買ったガーリックパウダーなんですけど、マジでこれ入れるとめっちゃ美味しくなるから、これ超おすすめします。で、あったら豆乳とか牛乳とかを入れるともっとまろやかになる。そう、はい。次、ミュはなんか卵おじやみたいな感じのを作りたいと思います。まず使うものはオートミール、まあ、30g ぐらい。味付けとして鶏ガラスープ、アミはコンソメだったんだけど、こちらは鶏ガラスープで、はい、味を出していきます。そして卵、これは1個じゃ多分多いから半分ぐらいしかいつも使わないんだけど、まあ、1個使ってもいいかなっていう、うん、卵焼きみたいになっちゃうのが怖いのよ、1個使うと。あー、なるほどね。電子レンジ入れるからね。そう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 、だからちょっと考えます。あとお好みで醤油と塩コショウですね。これで味を整えていきます。それで電子レンジでチンするとできるので、やっていきます。はい、じゃあとりあえずこっちもオートミールですね。まずオートミールを 30g タッパーに入れます。ごめんなさい、測りがないので適当なんですけど、皆さんは 30g 測りましょう。いつもさ、丸いお皿丸いからね、そうだな。そうだな、多めでもいいんじゃないでしょうか。はい、オートミール入れました。はい、どっちも最初オートミール 30g ずつ入れます。そしたらこれに浸るぐらいの水を入れて、電子レンジで 500W 1分半入れます。はい、お水を浸るぐらい、そう、そんなもんなの。いつもの量が、はい、まあ、ミーはいっぱい入れていいんで、おじや、そう、こっちはおじやなのでいっぱい入れます。した多分ね、これでも足りないと思うんだよね、おじやにするには。でもとりあえずこんなもんで、様子を見ながら足していく感じですね。うん、アミもこれじゃいつも1回じゃ足りないけど、とりあえず電子レンジでチン、500W で1分半。じゃあ、ミヤその間にできること、卵を割って溶いときます。はい、卵を割ります。朝も失敗したんですよ。うまい、まだらないんですけど。そんな混ぜるの、スペッ、いやー、はい、はい、あ、ミヤまだだった。今、一回温めたんですけど、こんな感じですね。全然水が足りませんね。ミヤは、ちょっとこのままもうちょっと加熱します。大体この工程はみはいつも3回ぐらい繰り返します。とりあえずもう一回加熱です。はい、あ、ブクブクしてる。いやー、怖いよ。まあ、見た、すごかったでしょ。一旦
あ、いい感じ、いい感じ。はい、ミュノは今ちょうどいい感じにクタクタになったので鶏ガラスープを入れていきます。でもね、これ味付けがちょっと難しいんだよね、分かんないの、お水と足しちゃうから。鶏ガラスープ入れます。これぐらいでいきます。まあ多分足りなかったら足せばいいから、うん、なんか味付けは本当に好みだと思うから、うん、怖いんで入れすぎが。こんな感じですかね。こんな感じで混ざったので、お水をもう一回ひたひたになるくらいまで入れます。これぐらいですね。またもう元通り。えって思うやん。違うんだよ。違うんだよね、本当に違うんだよね、これは、うん、違うんだよ、本当に。ひたひたにします。なんでさ、気持ち悪くない、結構絵が、うん、だいぶもうちょっとかな、こんなもんかな、うん、結構もう水浸しですさっきのは何だったんだぐらいの水浸しにしてから卵を。みーはね、なんか全部は入れたくないっていう気持ちがちょっとあるから、ちょっと残す。ほぼ全部入ってしまうんだけど、これで入れてちょっと軽くね、かき混ぜます。もう一回電子レンジへ GO です。はい、続いてアミのやつをやるんですけど、こちらコンソメを味付けをしていきます。コンソメを 10g ぐらい、わかんない、ごめん、いつもぐらい入れます。だいたいこんな感じかな。はい、見た目悪すぎんな、それな、見た目はちょっと許して混ぜていきます。どうしよう、ガリックパウダーも入れちゃうか、うん、これは入れなくても全然いいと思うんですけど、ガーリックパウダーですね、コストコのやつ。このガーリックパウダーをちょっと入れます。これはなんか風味、なんかガーリックの風味を足したいみたいな、ちょっと味変したいなぐらいの感じで使ってます。少々って感じですね、本当に。で、これをかき混ぜてもう一回電子レンジでチンします。うわー、ネバネバ。あー、いい匂いする。あー、いい匂いするね。本当になんか見た目悪くてごめんなんだけど、マジで美味しいからこれ。あ、いい具合だよ、見て。ミルのおじやがちょっとグツグツして出てきました。めっちゃ美味しそう。で、アミノはこっから今調味料を入れて混ぜたので、こちらのとろけるスライスチーズをですね、こちらを上に乗せてもう一回電子レンジでチンしたいと思います。だいたい500ワットで1分ぐらいやります。チーズはすぐ溶けるので、適当にこうやって乗っけてこれをチンしていきます。ミーはこの状態になってからちょっと味付けをします。塩コショウと醤油で少しね。これだとね、ちょっとね、まだね、薄いっていうかオートミールの味がする。はい、チンしてきました。え、マジでこれを混ぜるともう見ててね、くる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 、マジで美味しそう。いつも食べてるんだけど、どう？めっちゃ美味しそう。チーズのトロトロ感、ずっと見た目は悪いよねいやいや、見てよこれ。はい、こんな感じでチーズリゾットの完成です。はい、はい、こちら卵風、あ、おじや風卵、違うな、なんだ、おじや風、オートミールおじや風、オートミールおじや風の卵味ですね。こちら2点できました。イエーイ。見た目はだいぶ悪いですが、今から食べますので。はい、でもすんごいいい匂いするよ、マジで。え、もう匂わせてあげたいね。うん、ってなる。マジで中華、うん、こっち中華、こっちはリゾット、うん、はい、完成しました。それでは食べていきたいと思います。せーの、いただきます。これ、みゆね、これね、朝試しで作ったんだけど、その時にもう最初の一口目でもう舌全部やけどして、もう本当に転がしちゃったの。熱くて飲み込むにも飲み込めなくて、もう舌をコロコロって全部に転がしたらもう全部やけどしちゃって、怖いからゆっくり食べます。じゃあ先食べるね。はい、いただきます。熱いよ、ふふ、舌ちゃんと、うん、おいしい、ね、本当にチーズリゾットでしかないんだけど、間違いない。なんかオートミールがいい感じにお米感を出してくれるんだよ。本当にクリーミーなリゾット。あー、やばい、おいしい。
いただきます。みーもね、こっちの方が好きだよ。こっちの方がよくやる、うん、でも簡単なんだよね、本当に、うん、いただきます。あ、今日のなんかさ、すっごい美味しい。え、本当？成功。本当に日によって違うよね、うん、分量って人だからだよ、間違いなく。じゃあみゆが作ったのも食べたいと思います。こっちの方がね、多分量が多くなる。水をめっちゃ含ますから。そうだね、卵も入れるし、ボリューム感は出るよね。いただきます。あ、美味しい。優しいね、やっぱ優しい味がするよ。うん、うわ、めっちゃ好き。マジで本当だね、マジおじや。なんか本当にわかんないんだよね、これがダイエット料理っていうのが。なってないよっていうコメントいっぱい来るかもよ、もしかしたら。あみちゃん、みーちゃん、それじゃダイエットにならないよって。なってます言い切ったぞ。なってますよ。はい、ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。めっちゃ美味しかったね。朝の気分を味わった。うん、いや本当に、いや確かに今さ、見てたところで、ちょっと正直ちょっと見た目やばいよって思ってるかもしれないけど、まあ、多分食べてみるまで良さは伝わらないと思う、うん、でも本当に美味しいの。マジで食べてみてほしいです、本当に。はい、まあ味の濃さとかは自分で調節しながらって感じになるけど、大体の分量で書いてたんですけど、そう、マジで美味しいので皆さんも作ってみてください。はいはい、作ってみたいなって思ってくれた方、高評価とチャンネル登録、あとコメントもたくさん待ってます。はい、以上、あみとみえでした。バイバーイ。